決めたゴールを動かす国だから、吹けば飛ぶような新書かね。日韓関係は、韓国の大法院、最高裁、が昨年10月末、元徴用工問題をめぐって日本企業に賠償を命じて以降、急速に悪化。日本政府による対韓輸出規制強化や、韓国政府による日韓軍事情報包括保護協定、ジーソミア、 の破棄決定などで、1965年の国交正常化以降で最悪とも言われる状態だ。即位の礼に招待され来日した韓国の稲ン首相は24日午前、安倍首相と首相官邸で約20分間会談した。石はムンジェイン大統領からの親章を安倍首相に手渡した。目的は悪化している日韓関係の好転につなげられるかだ。 安倍首相は短時間の会談中、元徴用工問題や1965年の日韓請求権協定を念頭に、国と国との約束を遵守するよう求め、韓国側に適切な対策を示すよう求めたという。元徴用口問題について、伊首相は法日前の朝日新聞の取材に対し、 文氏が元徴用工らが受け入れ可能で韓国の国民に説明できる対策を模索していると説明。最も重要なのは、関係を改善しようという両国指導者の格好たる意志だ。両国が最善を尽くし、知恵を集めることを願うと話している。今回の安倍首相との会談で文氏の新証を渡したことで、年内の日韓首脳会談につなげたい考えだ。 韓国側によると、文大統領の新書には日本は北東アジアの平和のために協力する重要なパートナーだ。両国関係の未来志向的な発展を希望する。韓日の懸案を早期解決できるよう努力しようなどと記されている。石は会談で、韓国は請求権協定を尊重する。両国が知恵を集め、 南極を克服しなければならないと語ったという。韓国政府は安倍首相と文氏の首脳会談を早期に実現させたい意向で、医師は来月初旬に対、バンコクで開かれる。東南アジア諸国連合、アセアン、関連首脳会議に合わせた首脳会談を要請したのではないか。文大統領の新日生産という大衆迎合政治の裏で、 韓国政府は経済縮小に焦りを感じている。直近月度の日本向け輸出が21%、輸入は30%激減している。輸出管理強化で日韓通商関係が縮小しているのだ。国際貿易が GDP に大きな影響を及ぼすだけに、文大統領がぶち上げた脱日本計画を推進する前に韓国経済が調落する懸念が否めない。 何としても対面を保った日韓関係復縁が欲しいのが現実だ。日本側は来日したいを含め、韓国が徴用工問題の解決につながる前向きな案を提示しない限り、今後も首脳間の直接対話には応じない構えだ。それ以上でも以下でもない。